様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は猫の一種であるスフィンクスについてご紹介したいと思います。スフィンクスは無毛の猫として知られていますが、全くの無毛ではなく、極めて短い産毛に覆われています。また、まばらに毛が生えている個体も存在します。ヒゲはありません。かつてはカナディアンヘアレスと呼ばれていました。平均体重は 3.5 キロから7キロほどです。気質は陽気で活発であり、人懐っこく社交的です。ヒモに覆われていないため、暑さにも寒さにも弱く、室内で飼うことが前提です。また、皮脂を吸い取るヒモがないので、皮膚が油っぽくなりやすく、飼い主は毎日皮脂を拭き取る必要があります。そして、体温が他の猫より4度高くなっています。ペットリフォームのご相談、お見積もりは、セラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。